どうも山上です。今日もサブストーリーです。いきます。ん？ビラを配る女性。私の兄はアルプスのチラシかと思ったら結構ヘビーな。分かった、聞こう。私の兄は冤罪で6年も自由を奪われています。どうか兄の命を救うためにご協力をお願いします。ん？あの人はひょっとして。お願いします。若造、お前は伊達さんの部下だったな。おい、お前そんな顔してたんだ。なかなかハンサムじゃん。あ、キリュウさん、どうした？こんなところに突っ立って。あれは一体何を配ってるんだ？あれは多分、あれ、もしかして、ん、知り合いなのか若造。やっぱりあなたはあの時の新聞記者。あ、いや、なるほどね。まあ恨まれることも多いでしょうな。あなたが書いた記事のせいで私の兄は。記事？あの、僕はその、そういうつもりじゃ。マスコミはいつも勝手なことばかり書いて、記事に書かれた人たちがどれだけ大変な目に遭ったか分かってるんですか？マスゴミと言われましょうね。それは、兄は絶対に人を殺してなんかいませんから。お兄ちゃんが仕立て上げられているのか。若造、何か深い事情があるみたいだな。何？ヘビーだね。殺しが付きまとうの、カムロ町は。一体何があったんだ？立ち話もなんですから、場所を移しませんか？ああ、いいぜ。聞かせてくれよ、若造。若造とも仲良くなれそうだ。あれは6年前のことでした。ここ、喫茶アルプスで殺人事件が起こったんです。6年前は桐生ちゃんまだ塀の中？じゃあ知らんか。ここで？この事件の容疑者が先ほどの女性の明智のぞみさんの兄の明智雄一さんだったんです。明智、覚えといた方がいいもんね。明智雄一。はい。僕は事件発生後すぐに関係者への取材を行い、雄一さんの犯行を報道する記事を書きました。それがそののぞみって女がさっき言っていたお前が書いたという記事のことだな。はい。ええ。しかし明智さんは逮捕直後から一貫して容疑を否認していました。実は記事を書いた僕も雄一さんが本当に人を殺したかどうか半信半疑でした。半信半疑でも記事書いちゃうんだ。まあ仕事だもんな、お前も。だから彼を犯人と決めつけるような報道をすることに抵抗があったんです。だがお前は結局明智雄一が犯人だという記事を書いたんだろ。雄一さんが犯人ではないかもなんて考えていたのは編集部内では僕だけでした。それにまだ駆け出しだった僕には部の方針に従うしかありませんでしたから。なんでお前は疑ったんだ？取材の名のもとに雄一さんの自宅に押しかけ、ご家族だけではなく近所の住人にまで様々な聞き込みをしました。その結果、明智さん一家は殺人犯の家族というレッテルを貼られて引っ越しすることに。のぞみさんも学校で同級生から散々いじめられたそうです。まあそうだろうな。加害者家族は誰も守ってくれないんだろうな。よく聞く話だな。だがそれなら恨まれても仕方ないかもな。裁判で雄一さん、有罪にはなったんだ。雄一さんに有罪判決が出てからもずっと気にはなっていたんです。本当に僕が記事に書いたことは正しかったのか、雄一さんは冤罪なのではないかと。冤罪？つまりその明智雄一って男は無実の可能性があるってことか？どうしてそう考えたんだ？実は僕昔この店でバイトしていましてね。へえ、喫茶アルプス。何？お前が？雄一さんは僕のバイト時代の同僚で何度も話をしたことがあったんです。そんな人の記事書くの心苦しいね、そりゃ。それで彼の人となりを知っていたんですが、僕には彼が殺人犯だとは思えませんでした。ほう、そうだったのか。その事件以来もう二度とそんな過ちを繰り返さないように真実をひたすら追い続け、報道できる新聞記者になろうと決意したんです。それが僕らマスコミの使命ですからね。事情は分かった。だがお前はこのままでいいのか？え？お前は今でもその事件について疑いを抱いているんだろ？ええ。だったらその真実をはっきりさせなきゃいけないんじゃないのか？確かに。あの頃は諦めてしまったけど、今のお前ならいけるさ、若造。
やっぱり桐生さんのおっしゃる通りです。もう一度事件について調べてみます。うん、しかし一体どうすれば。もうあれから6年も経ってますし。え、桐生ちゃん探偵みたいなことすんのかな。真実を追い求めようぜ。とりあえず事件の関係者に聞いて回るしかないんじゃないか。そうですね、6年前散々聞いただろうに。どうした。あの、桐生さん、僕に力を貸してもらえませんか。待っていたぜその言葉。え、僕はやはり真相を明らかにしたいんです。出ないと一生後悔すると思うんです。6年前の殺人事件の捜査か。いや、そんな暇はないんだけどね。わかってる、やらせてよ桐生。行け。わかった、いいだろう。ありがとうございます。ありがとうございます。大吾のことは忘れてない、忘れてないけど。行こうぜ。おう、その6年前に明智雄一が逮捕された事件というのは一体どんな事件だったんだ。では事件の概要について説明しましょう。はい。おお、すげえ、なんだこれ。事件が起こったのは夜遅く。はい。閉店後、従業員たちが清掃作業をしている時間でした。明智浅井木下。はい。なんかよさ、もうすげえ、コナン君みてえだ。コナン君みてえだ。ちょっとこれは真剣に探偵やろう桐生。じっちゃんの、いや、おやっさんの名にかけて。はい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 、清掃作業ね。うん。事件の第一発見者はウェイターの木下さんという男性でした。木下。ああ、当時この店のウェイターだった明智雄一さんは清掃作業の途中、店の裏のゴミ捨て場に行こうとしました。はい。その途中、ロッカールームの前を通りかかった時、雄一さんはわずかにドアが開いていることに気づきました。はい。その時ロッカールームの中では店長の小田さんとウェイトレスの宇佐美さんが抱き合っていました。小田やるじゃない。はい、お付き合いしてたんだ。その宇佐美という女性は雄一さんの恋人でした。宇佐美。雄一さんは恋人の浮気現場を目撃してしまったんです。ああ、そう、なるほど。怒った雄一さんはロッカールームの中に入り、店長の小田さんにつかみかかりました。なるほど。その頃ウェイターの木下さんは客席の方でずっと清掃作業を続けていたんですが、雄一さんがなかなか戻ってこないことを不審に思って様子を見に行きました。うん、うん、あ、逃げた。すると木下さんは店の裏口から出ていく雄一さんの姿を見かけました。うん、うん。直後、木下さんはロッカールームのドアが開いていることに気づき、中を覗いてみたところ、そこには頭から血を流して死んでいる店長の小田さんの姿が。はあ、え、宇佐美はどこ行った。ああ、警察の調べによると死因は頭部打撲による脳挫傷、凶器は遺体のそばに落ちていた客席用の灰皿でした。灰皿か。宇佐美はどこ行ったの。以上が大まかな事件の流れです。宇佐美はもう目撃してたんじゃないか。なるほど。まあ、疑われても仕方ない状況だったんだな。なるほど、さすがに詳しいな。しかし話を聞く限りじゃ動機は明白だ。明智雄一が恋人の浮気相手をその灰皿で殺したようにしか思えないな。はい。警察もそう考えたんでしょうね。その後雄一さんの犯行を裏付けるような証拠が出てきて、雄一さん逮捕に踏み切ったというわけです。証拠か。 あ、そうだ、桐生さんに渡すものがあります。これは僕が当時事件に関係する情報を集めたノートです。これも読んでみてください。何かわかるかもしれません。いいのか、そんな大切なもの。ありがとう。若造のノート。若造のノートポーズメニュー内のアイテムで、ああ、 R1 で、ああ、貴重品の中にある。貴重品の中にね。はい、読んでみようか。選択して使用することで事件の関係者たちについての情報を確認することができます。捜査を進めていくにつれ新たな情報が書き加えられる場合もあります。へえ、中には次の手がかりのヒントになるようなことが書かれているかもしれません。事件の捜査に詰まったら若造のノートを見てどこに行けば手がかりが得られるか考えてみるといいでしょう。はい、これは天の声なのかな。いや、ちょっと難しそうだな。頑張ろう。わかった。はい。うん、
じゃあ俺は今から捜査始めてくるね。行ってきます。はい。サブストレオな。なんというサブ。ああ、おい、キッスアルプス殺人事件、若造のノートに目を通しておこう。わかった。アイテムのどれだ。若造のノート、これか。はいはい。ああ、すげえ。容疑者明智、さっきの女の子。とりあえず一人一人見ていくしかな。これ結構時間かかるかな。凶器に付着した指紋が逮捕の決め手。でも店の灰皿ならね、みんなの指紋ついてるんじゃないか。で担当刑事前田。はあ、酒好きで毎晩。なるほど、こいつに会いに行くな。どこかのバーで飲んでいる担当刑事前田ね。でのぞみちゃん。高校生なんだ今。ああそう。卒業後は進学せず就職する予定。はいはいはい。宇佐美、お前ちょっと私は怪しいと思ってるぞ。で小田か。店長で宇佐美。宇佐美は今何やってんだろ。宇佐美沢子、恋愛関係にあった。はいはいはい。でこいつが、あ、今川ちょっと怪しいね。ちょっと怪しいよ君。事件当日は非番。なんか今川なんじゃないか。ダメだね、人を見た目で判断するような人間にはなりたくないけど、今川ちょっと怪しい。宇佐美ちゃんのストーカーとかだったんじゃないかお前。はい。浅山絡んでこなそうだな、チャラいし。おお、第一発見者。じゃあとりあえず担当刑事前田だな。どっかのバーだ。ということはバンタムかチャンピオン街に行くな。これは解決しますよ。解決しましょうよ。なんでこんな奥が深いサブストもあったのね。行く行く行く。まずバンタム向かってみよう。キリちゃん忙しいぞ。夜はまだまだこれからだ。おいおいおい、バンタムにいたら結構楽なんだけどな。いい、なんだあれだ。前田さんこんな顔だったっけ。前田なんじゃないか。仕事上がりの一杯は格別だ。おい、来たか前田。あんた、カムロ署の前田刑事か。ん？こりゃ驚いた。当時、ああ、やっぱ知ってるもんなんですね。カムロ署の警察官となればみんな知ってんのかな、有名人。俺を知ってんのか。そうだね、この町じゃ有名人だからな。それで、そんなお方が俺に何の用だ。6年前にキッスアルプスで起きた殺人事件について聞きたい。ああ、あの山か。ありゃ確かに俺が担当したが、一体なんでまた。明智雄一は本当に殺人を犯したのか、それを確かめたい。はあ、明智は冤罪なんじゃねえかって言いたいんだな。そりゃないな。ないんですか。どうして。キルちゃんかわいい。俺らもバカじゃない。まあそうっすよね。証拠もねえのに逮捕なんかしねえよ。疑わしきは罰せずだもんな。だからちゃんとした物証が。あいにくと明智が犯人だっつう証拠がいくつもあったんだ。どんな証拠なんだ。それはだな、アリバイ、はい、目撃証言、動機、そして指紋、その4つだな。なんか全部どうにでもなりそうな4つな気がするけど、これは素人考えですか前田。4つの証拠か。それらについてもう少し詳しく教えてくれないか。まあいいだろう。そんなとこ突っ立ってないでかけてくれ。ありがとう、優しい人でよかった。伊達さんって知ってる？俺の友達。何について聞こうか。おい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 、じゃあ一つずつ聞いていこうか。アリバイ、まあ店にいたんだもんな。アリバイについて教えてくれ。事件発生時の関係者のアリバイは全員調べたが、明智以外の人間には全員アリバイがあった。明智以外に被害者の小田を殺すことができた人間はいなかったんだよ。ということはどうにかして雄一のアリバイを証言するか、他の人間のアリバイを崩す必要があるみたいだな。だから揉み合ったんでしょ、浮気現場を見て。
恋人の宇佐美はその時何をしていたのかがすごく気になるんだけど、関係ないのかな。はい、アリバイね。じゃあ次、目撃証言。はい、事件発生直後、現場から逃走する明智雄一を目撃したという人物がいたんだ。木下か。その話なら俺も聞いたな。確かウェイターの木下マサルだ。彼が明智の姿を見たと証言したんだ。こいつの証言が覆ればまた違うのか。マサル、お前も怪しいな。疑心暗鬼だ。それは確かに雄一が怪しまれてもおかしくない状況だな。この証言をひっくり返すにはどうすれば。うん、で動機。動機はありありだな。動機について教えろ。明智雄一には被害者の小田を殺す十分な動機があったんだよ。小田が雄一の恋人の宇佐美と浮気をしていたからだな。十分な動機かね。浮気されたから人を殺す、ま、愛ってそういうものよね。そうだ、そういうことだ。ああ、事件の関係者で明智以外に小田を殺す動機を持っていた人物は見つからなかった。雄一以外には小田を殺す動機がなかったか。もしその動機があったとしたら、キルちゃんがどんどん賢くて私は頼もしいよ。はいはい。で指紋か。指紋は偽装できそうだな。指紋について教えてくれ。明智雄一逮捕の決め手となったのが指紋だ。従業員の指紋は全員分採取して照合したが、凶器に付着した指紋の中で一致したものがあったのは明智の指紋だけだった。あとはお客さんとかっていうことか。それ以外の指紋は当日店を訪れた客のものと考えられ、事件とは無関係と判断された。これはかなり決定的な証拠みたいだな。関係者の指紋は本当に明智のものしかなかったんだろうか。なかったんじゃない、警察が言ってますし。そこは疑う余地なしか。うん、まあそういうことだ。動かぬ証拠があるんだ。おかしなところがあるならぜひとも聞かせてほしいもんだな。残念ながら現時点では手がかりが少なすぎる。もっと事件当時のことをよく調べてみないとどうにもならないな。事件当時のキッスアルプスの従業員が今どこで何をしているか知らないか。うん、それぐらいなら教えてやっても構わんが、まあ話を聞きに行ったところで無駄だと思うぜ。おお、関係者の所在を若造のノートに書き加えた。キリュウちゃんの字で、キリュウちゃんの字で見たい。それじゃ次は、うん、事件当時の関係者に会いに行ってみるか。はい。花屋も、花屋さん。花屋さんのカメラに映ってんじゃない？ないかな、そんなこと。花屋にも話を聞きに行ってみよう。おお、行こう。サインの河原行きます。ちょっとまずは、見とくか、見とくか。明智でしょ？うん、木下。今どこにいる？あ、木下。え？店長の座を狙っていたとしたら、小田を殺す理由は、いや、そんなことで殺さんか。店長引き継いでんだ。ほーん。で、お前怪しいぞ。クラブセガ。劇場前店で。ゲーム好きそうな顔してるもんな。今川。で、浅井は？ポッポ。うん、コンビニか。中身。全員に会いに行かなきゃダメなのかな。マッハボールで。ボーリングか。うん。前田さん、うん、まず花屋さん行ってから一人一人これは行くしかないのかな。そうだな、とりあえずサイの河原行きます。マジでいろんな種類のサブストがあるよな。今度はミステリー謎解き会だぜ。龍が如く一本で人生こと足りるな。足りん足りん、錦がいないんだもの。入ります。はい、着きました。この奥に花屋さんはいるのかな。ゴロちゃんは、うん、アルプスの事件について花屋に聞いてみよう。聞いてみよう。おーい、地下来たぜ。よう、キリュウ。喫茶もう何でも知ってる。このおじさんは喫茶アルプスの事件を探っているみてえじゃねえか。え、どうして知ってるんだ。俺の情報も見くびるなよ。この町のことなら任せておけ。ええ、そうだったな。何か事件のことで知ってることはないか。6年前の事件のことも全部知ってるんじゃない？知らない？当時の警察の資料がデータベースにある。一体何について知りたいんだ？ああ、花屋さんの情報では、灰皿のことが詳しくわかんのか。一個ずつ聞いていこう。凶器に使われた灰皿について教えてくれ。そう。
そうだ。灰皿は客席に同じ形のものがいくつかあるタイプのものだったが、凶器に使われたものだけ他のものと決定的に違うところがあった。決定的な違い？それは一体何だったんだ？その灰皿だけ縁欠けてたね。欠けてたわ、写真でも。縁が欠けていた？どうして？事件が起こった日、客がテーブルの上の灰皿を床に落としてしまい、灰皿の縁が欠けてしまったということがあったらしい。頭を殴った衝撃とかじゃないんだ、元から。清掃作業中にウェイターの明智がそれに気づき、その灰皿を処分しようとゴミ捨て場に向かった。明智はその際ロッカールームの前を通りすがり事件に遭遇したらしい。つまり凶器の灰皿は明智が持っていたものに間違いないってことか。そう、いつもなら灰皿は洗浄されるため指紋は残らず消えちまうところなんだが、その灰皿だけは処分するつもりだったから明智が洗浄しなかったんだ。だから偶然にも明智以外の指紋が残っていたというわけだ。ということは灰皿についていた指紋は全て事件当日のものということになるな。まさか外部からの犯行もあり得るのか。花屋の証言を手に入れた。あざっす。はい、じゃあ指紋について。凶器に付着していた指紋について教えてくれ。見せられても何もわからん。すげえハイテク。この赤枠で囲まれた指紋が明智の指紋と一致した。これが逮捕の決め手になったようだな。他の指紋は？少なくとも喫茶アルプスの従業員の中に該当する者はいなかった。おそらく当日店を訪れた客のものだろう。2人から3人の指紋だと思われる。じゃあこの中に真犯人の指紋があるかもしれないな。その可能性もあるのか。広いな。外部からの犯行説なのか。だって赤文字やもんね。真犯人、へえ。事件の関係者からも様々な情報が聞けるはずだ。まだ全員に会ってないならそっちの方もいろいろ探ってみるといいだろう。わかったよ。礼を言うよ。やっぱ全員に会わなきゃダメっぽいわ。うわ。じゃあどこから行こうかな。こっちか。どこから行こうかなと思いますが、一人一人頑張って。そうよね。刑事は足を使って情報を得るんだもの。キルちゃん頑張んな。あんたは刑事じゃないけどね。行きまーす。はい、じゃあまずは一番怪しいと思っているゲームセンターの今川くんから行こうか。今川くん、今川いた。今川、あんた今川だな。前髪を切れ。そうですけど、どなたですか？6年前に喫茶アルプスで起きた殺人事件について調べている。あ、なんかこいつは殺しをやってないと思う。なんだかんだ人が良さそうだ。今川、何について聞こうか。おい、これ一人一人聞いてくんだな。そういうことだな。聞いていくしかないもんな。アリバイ。あんた事件当日は店に出勤していなかったらしいな。非番だったのか。非番だったっつってたもんな。ええ、確かずっと家にいました。一人だった？いえ、確か友達と一緒に集まってゲームをしてました。じゃあその友達がお前のアリバイを証言してくれたってわけか。そうです。だから僕は違うんです。現場から逃走した犯人について何か知らないか？僕は何も見てません。言ってません。聞いてもなんだ。落ち着け今川。別に疑ってるわけじゃない。ちょっとだけ疑ってるだけだ。いや、今川は何も喋らんか。織田を殺す人物について何か心当たりは？知りません。存じません。いや、無駄足だったかも。わざわざ会いに来てやったんだぞ、指紋について。織田を殺した凶器の灰皿、それにあんたの指紋はなかったようだが。僕が手袋でもしたとか言うつもりですかね。違います。僕はそもそもあの日店に行ってないんですから。確かにそれなら不自然ではないな。もう聞くことないな。うわ、今川無駄打ち。僕は事件のことは何も知りません。そっとしておいてください。今トラウマになってるか。ごめんな今川。どうにも被害妄想の強い男だな。どんな些細なことでもいい。事件があった日の前後のことで何か覚えていたら聞かせてくれ。本当に僕何もしてないんです。信じてください。信じるから落ち着いてくれ。
みんな僕ごめんごめん、ちょっとだけ思ったよ。ちょっと思っちゃったけど、それは反省している。僕を犯人だと思ってるんでしょ。きっとそうなんだ。いや別にお前が犯人だと言ってるわけじゃ。いやきっとそうだ。僕はあの店でみんなから、みんなから嫌われていたし、いつもいじめられて嫌がらせされ、今川お前頑張ったな。じゃあな、嫌がらせ。あの事件の日もロッカーの中にしまっていた財布や CD、 それに制服が誰かに盗まれたんだ。警察が証拠品として押収したんじゃないのか。いや違います、絶対に誰かの嫌がらせだ。どっちだ、これは被害妄想か、今川の持ち物が誰かに盗まれたか。なんだ、次はマッハボールの宇佐美だな。浮気女、こーら浮気女、とっちめちゃう。今川の嫌がらせは何かに絡んでか。全然わかんないよ。謎が多いぞ、喫茶アルプス殺人事件。全然真犯人の目星もつかんな。これが宇佐美ちゃんかい。いや無防備に何やってるんだい。どこ触った、今キリちゃんケツ触ったね。ケツ触ったね、おら。やめなさい、やめろって、バカ誰が何やってんねん。メガネ取ったんだ。宇佐美沢子ってのはあんただな。まあ綺麗な顔してるか。ええ、そうですけど、何ですか。6年前にキスアルプスで起こった殺人事件について調べている。やめて、今更話すことなんてないわよ。明智雄一はあの時小田を殺していないかもしれないんだ。それを証明するためにも事件当日の詳しい話を聞きたい。ん？悲しい顔して。じゃあまた一個ずつアリバイについて。あんたはその明智が小田と口論する現場にいたんだったな。そうね。そりゃね、私が原因で口論してたんだから当然でしょ。開き直って凛とした女性ね。それでその後は明智が、ね、そこ聞きたい。明智が小田を殺すところは見てないのか。いえ、知らない。私は関係ないわ。関係あるだろうが、反省しろ。お前のせいで一人の男性が死んだかもしれないんだぞ。知らないだと、どういうことだ。キリちゃん、壁ドンしたい。壁ドンして惚れさせて口を割らせよう。ダメか。あんたね、浮気の現場を目撃されたらどんな気持ちかわかる。罰が悪いったらありゃしないわ。そりゃね、そりゃお前の責任じゃん。何切れてんだよ。騒ぎを聞きつけて他の人が来たらもっと気まずいし、だからさっさとロッカールームから出て裏口から店を出て行ったわ。ああ、店を出てその後は、家に帰ったけどすぐすぐに雄一が追いかけてきて、ずっと二人で別れ話してたわ。おお、まさかあいつが小田さんを殺してきたなんて思わなかったから。ということはあんたは明智が小田を殺すところは見ていないと。そうね。そうよ、同じ話を警察にもしたわ。明智が小田を殺すところを目撃した人物はいないようだな。宇佐美の証言。この証言ってのを手に入れたら他は聞かなくていいのか。いやでも聞いとくか全部な。現場から逃走した犯人について教えてくれ。そんなこと言われても、私は雄一より先に店を出たんだから、どんな風に逃げたのかとかは知らないわよ。そうだったな。ああやっぱそうだ。もう別に指紋についても、特に話すことはないんだろうな。確か唯一の指紋しかついていなかったのよね。営業時間中はいつも灰皿を取り替えたりするけど、その日その灰皿には唯一しか触らなかったのね。そういうことっていつも気にしてないけど、唯一にしてみれば運が悪かったわね。あの人よく気が利く人だったから、よく灰皿を取り替えたりもしてたし、灰皿が欠けていたことも気づいたんでしょうね。そんな男をお前は裏切って。ありがとな。お前は反省しろ。二度と男性を傷つけるんじゃねえ。私も仕事中だから。すまない。キルちゃんが頭を下げることはない。助かった。そっか、取り合ったんだな。よし次です。次に行きます。次はどこだっけ。キッスアルプスの店長とコンビニ店員だな。行くぞ行くぞ。おいポッポ中道通り店、お前は関係者だったな。以前キッスアルプスで働いていた浅井だな。そうだけど、あんた誰。キリュウという、6年前にキッスアルプスで起こった殺人事件について聞きたいんだが。あれね。何が聞きたいの。お前はなんだか協力的だな。
じゃあまず一つずつね、しらみつぶしに。当日お前を店にいたんだよな。ああ。うん、レジを閉めてたんじゃないかな。閉店時間過ぎてたから。じゃあ、犯行現場のロッカールームには近寄っていない。ああ、行くわけないでしょ。俺はほら、仕事中でしたから。なんか様子が変だと思った私も。目バキバキだもん。お前か。目撃証言。現場から逃走した犯人について何か知っていることはないか？さあ、何も知らないな。俺はさ、木下さんが血相を変えて出てきて、初めて事件のことを知ったから犯人の姿も何も見てないんですよ。バックヤードには行ってないんだもんな。そうか。あ、大田さんの死体は見ましたけど。思い出しちまった。ウィップ、ごめんごめん。浅井は犯人が逃げた後、ロッカールームには入ったようだな。入ったようだな。すり替えることもできるんじゃないか。灰皿を。浅井、お前はがぜん怪しい。茶髪だし。動機。小田を殺す。なんだ、キリュウちゃんの顔がアップになったということは、これから大事なことを喋る気がする。小田を殺す動機のあった人物について知らないか。殺す動機も何も、ありゃ小田。はあ、小田さんの自業自得ですよ。店の中でやるってだけでもいい加減にして、あ、そういう意味でね、やるってだけでもいい加減にしてほしいのに、まさか他の従業員の彼女にまで手を出すなんてさ。ざまあ見ろだ。口悪いじゃない、浅井。なんだか小田が店内で女と抱き合っていたことが過去に何度もあったような言い草だな。ああ、事件の前にも店の中で小田さんが他の女と抱き合ってるの見たことあるぜ。抱き合うってそういうのはハグだけなの？ハグだけ、チューもしてたってこと？それ以上のことはしてないの？他の女？名前は？確か斎藤って言ったかな。あやん。事件当時も小田さんと付き合っていたはずですよ。斎藤！彼女、うわ、めちゃくちゃ修羅場だ。斎藤が乗り込んだんじゃないか。しかし、事件の関係者にはそんな名前のやつはいないぞ。そん時はもう店を辞めてたんだよ。小田さんとの関係は続いてたみたいだけど。小田には当時付き合っていた女がいたのか。最低だな、店長。小田店長。おお、なるほどね。まあ、指紋についても一応聞いとくか。凶器の灰皿にお前の指紋はついていなかった。ウェイターなら灰皿にも触るんじゃないのか？ああ、俺灰皿取り替えるのとか面倒でさ、そういうの全部他の人に任せてたんですよね。お前は怪しくない。ただ怠惰なだけだな。だから俺の指紋が灰皿についてないのは、まあある意味当然というか。なるほどな。ちゃんと仕事しろ。ああ、ありがとね、バイト中に。ありがとう。うん、助かった。今の仕事だるいからさ、いい退屈しのぎになったな。また何かあったら俺に聞いてくださいよ。あ、そうか。なんだなんだ。そういえば今川のことを覚えているか？今川？誰だっけ？キッスアルプスで働いていた時のお前の同僚だ。今はゲームセンターボーイ。ああ、あのネクラくんね。そういやそんなやつもいたな。ネクラくんってお前だな。いじめてたの、今川を。許さないよ。今川のロッカーから物が盗まれるということが何度かあったらしいが、お前何か知らないか？何んだよ、俺のこと疑ってんの？ごめん、疑ってる。いや違うって言って、あ、じゃあそうだ、ダメだ、逆上しちゃうか。そういうことじゃないんだよ。話が聞きたいだけだ。違う。ただ知っていることがあったら教えてほしいとか言って、まあまあ、そう、もう思ってるけどさ。思ってるって言ったらもっと怒るじゃん。だから違うって言ったのに。何、浅井、本当は俺がやったと思ってるんじゃないの？まあ俺がやった、お前がやったんかい。まあ俺がやったんだけどね。クッソ、なんだよ浅井、いじめっ子のくせに憎めねえな。何？ちょっとした小遣い稼ぎに現金の入った財布とあと CD 売って金にしたんですよ。普通に窃盗じゃん。他のものはどうしたんだ？あ？他のものってなんだよ。今川の制服も盗んだんじゃないのか？そんなの売っても金になんないだろ。俺が盗んだのは財布と CD だけだよ。制服はやはり警察が押収していったんだろうか。いや違うな。誰かがそれを着て明智になりすましたとか。おお、聞いといてよかった。やっぱ全部聞かなきゃダメだなこれ話な。ありがとうございました。はい、じゃあ最後にキッスアルプスにまた戻ろうか。
今の店長は木下だっけかな。あ、まだビラ配ってら。妹さん大変だね。話聞こ。あなたはあの新聞記者と一緒にいた。私に何か用ですか。あいつから詳しい話を聞いた。俺もあんたの兄さんの無実を証明しようと情報を集めているところなんだ。味方だ。どういうことですか。あいつも責任を感じているんだ。だから何とかしてあんたの兄さんを救ってやりたいと考えているんだよ。そんなの今さら言っても遅すぎるよね。兄はもう6年も刑務所にいるんですよ。安心しろ。俺なんて10年だ。安心できないね。軽い気持ちで、軽い気持ちで手伝ってもらっても迷惑です。もう私たちに関わらないでください。そうなるよな。ごめんな。でも味方だ。お前の味方だぜ。こで店長。お前店長か、この野郎。あんた木下さんだな。ええ、そうですが、あなたは桐生一馬という6年前にこの店で起こった殺人事件について聞きたい。あの事件のことですか。私でお答えできることでしたら構いませんが。何について。全部聞きます。アリバイ。あんたは小田が殺された時どこで何をしていたんだ。事件が起こった時私は店の客席側、つまりここで清掃作業をしていました。その様子は確か防犯カメラにも映っていました。ですから私は小田さんが殺されたロッカールームにはいなかったわけです。なるほど。まあ無理だよな、犯行は。目撃証言。現場から逃走した犯人について教えてくれ。あんた事件当日に現場から逃走する明智雄一を見たらしいな。ええ、確かに見ました。あの晩は明智くんが清掃作業の途中でどこかに行ってしまったきり、なかなか戻ってこなかったのでちょっと探しに行ったんですよ。ほう。そうしたら店の裏口から出ていく彼の姿を見たんです。それは確かに明智だったのか。真正面からは見ませんでしたが、でも明智くんに間違いありませんよ。じゃあはっきり顔を見たわけじゃないんだな。それなのにどうして明智だと分かったんだ。やっぱそうだ。今川の制服を奪ったやつがそれを着てんだな。外部、やっぱ外部の人間。出て行った男がウェイターの制服を着ていたからですよ。事件の当日に出勤した男性従業員は殺された小田さんを除けば明智くんと私、それにバイトの浅井くんの3人でした。浅井くんはレジでずっと閉店作業をしている様子が監視カメラに映っていました。だから私が見たのは明智くん以外には考えられないわけです。なるほど。その後私は警察に通報して、店に警察が来るまでの間ずっと裏口で待っていましたが、誰も出入りする者はいませんでしたよ。木下は犯人の顔は見なかった。おい。まあ一応動機についても。小田は普段から人の恨みを買うような人間だったのか。いや、どうでしょう。あまり仕事のこと以外で付き合いはなかったので。そうか。女関係は割とひどかったみたいじゃない。じゃあ一応指紋も。凶器の灰皿にあんたの指紋はついていなかったのか。そうだったようですね。もしあの日私があの灰皿に触っていたら私も疑われていたでしょうかね。なるほど。全員に全部聞いたな。申し訳ありません。あまりお役に立てなかったかもしれませんが。いや、そんなことない。こちらこそ時間を取らせて悪かったな。あの桐生さんは探偵さんかなんかですか。そういうわけじゃないが、どうかしたのか。いえ、何でもありません。どうして今さらそんなことを調べてるんだろうって思っただけです。まあいろいろとあってな、明智雄一の無実を証明しようとしてるんだ。明智くんの無実を。それはつまり他に真犯人がいると。そういうことだな。そうですか。もし真犯人がいるのだとしたら明智くんは浮かばれませんね。間違いで6年も捕まってるなんて。それを助け出そうとしてるんだ。何か思い出したら話してくれ。ええ、わかりました。木下、全部聞いたよ。ねえ、若造、俺全部聞いてきたけど全然わかんない。どうですか？何か手がかりはありましたか？いや、まだ決定的と言えるような情報は集まっていない。そうですか。それでもやはり、地道に事件の関係者に当たるしか手段はありません。僕のノートに、やっぱ見なきゃダメ、ノート。見てるよ。
見てるんだよ。うん。え？書き加えられてんのかな、なんか情報が。見よう。全然わかんないな。いや、今川の制服を誰かが着てることはわかった。わからないな。もう一回外出て、またもう一周しなきゃいけないのはちょっと無理だぞ。そうなのよ、そうなのよ、キルちゃん。事件当時の関係者には全員会って話を聞いてみたが、やはり明智雄一の無実を証明するのは簡単じゃないみたいだよな。だって警察だって調べたんだもんな。一旦、だから今戻ったばっかじゃない、キル。一旦キッスアルプスに戻って若造と合流しよう。しようよ、するよ。ほら、なんだ、店に来るなんて珍しいな。一体どうしたんだ。ああ、誰だ、綺麗な女性だ。優子、これから取引先の方との接待なの。近くまで来たからちょっと顔を見に来ただけ。優子、接待とか言ってどうせまたホストクラブなんじゃないのか。相手の女性が偶然ホスト好きな方でね、偶然や偶然。ところでお前、今日は一段と香水がきついんじゃないか。けばいね、モンチッチみたいな髪型して。あら、そう、そんなことないと思うけど。なんだ、木下さんの娘さんとか。あ、もうこんな時間、それじゃあ私行くわね。ん、奥さんってわけじゃないよな。まったく優子のやつ。なんだなんだ、優子がなんか鍵を握っている。さっきそこで木下と話していた女は。ああ、木下さんの奥さんの奥さんか。すごいな、奥さん短パン履いてね。木下さんの奥さんの優子さんです。木下の妻か。しかしお前、よくそんなことまで知ってんな。実は彼女も以前この店で働いた。すごいね、アルプスはもうズブズブだね。男女関係ズブズブだね。それだけスタッフの仲がいいってことだね。だから知ってるんです。この店で働いていた、本当か。ええ、ですがこの事件とは関係ないと思います。事件発生当時すでに店を辞めてましたから。待てよ、当時の織田の彼女、違うか。彼女が客席の監視カメラに映っていたということもないようですし、事件当日店には来てないはずです。そうか、木下の妻優子、事件には関係なさそうだが一応調べてみましょう。よし、ホストクラブ言うてましたね。ということはスターダストですね。違うのかな。いや、スターダストでしょう。カムロ町で一番素敵なお店、スターダスト行きます。優子が織田の元カノだと思うんだけど。優子か、優子なんじゃないか。真犯人違うかな。じゃないともうわからないぞ。はい、優也、ゆうや、ゆうや。ん？嘘だろ、ここじゃないのか。待ってくれよ、待ってくれよ。ゆうこ、俺の早とちりだったのか。そうだよな、よくホストクラブに通っているらしい。どっかにいんのか、ゆうこは。やっぱスターダストしか僕はホストクラブ知らない。知らないの、りゅう。ん？これは違うよな。ゆうこ？どれ、ゆうこ？ゆうこ？ゆうこ、ゆうこ、あ、いや、いたーん。あれは確か木下の妻ゆうこだ。キリさん、あ、いや、ゆうや。キリさん、どうしたんですか。ゆうや、あそこの客どういう女なんだ。あそこの客というとゆうこさんのことですか。彼女はもう何年も前からうちの常連ですよ。ゆうこさんがどうかしたんですか。まだ若いのに随分金を持っているようだな。ああ、彼女はベンチャー企業の経営者なんですよ。若い女性層をターゲットにした商品開発で人気を集め、ここ 4,5 年で急成長を成し遂げたんですって。そうなのか。ん？おうおお。あら、店長、そちらの方は見ない顔だけど新人さんかしら。僕ホストに見えます？こんなハンサムだったら仕方ないか、母。ああ、ゆうこさん、こちら桐生さんです。俺たちが普段お世話になってる方でして、店のホストじゃないんですよ。あら、そうなの、残念。ふふ。私、会社を経営しておりますの。何かあったらご連絡くださいね。
名刺いただいちゃったん。なんだなんだ、今日も最高だったわ。ありがとうございます。またのご来店お待ちしております。店長やってんね。はあ、名刺を見るんだな。なんだ、ゆうこ。うん、現時点で集められるだけの情報を集めた。ここは一旦前田刑事のところに戻ってみよう。了解です。ちょっと名刺見ようぜ。で、名刺でなんか、ああ、有効オフィス、有限会社有効オフィス、ネーミングセンスよ。ああ、あれ、織田の元カノの名字サイターじゃなかった？ああ、有効、有効が全怪しいけど、とりあえずバンタム戻ります。おい、前田さん、ただいま。僕はたくさん情報を集めてきましたよ。お前が酒を飲んでる間にな。うん、やっぱり怪しいところはねえな。ちょっといいか？ん？おう、あんたか。明智が冤罪だったっつう証拠でも見つかったか？はあ、はあ。ん？今、あんたが見てたそれは？これか。これは6年前の事件の時、警察が押収した証拠品のリストだ。ほいほいほい。前田さんもちょっと考えてくれていたの？刑事の鏡。あんたがあまりマジになって調べてるもんだから、俺もちょっと気になってな。それ、見せてもらえないか？ああ？ああ、まあいいけど、何もおかしなところはないぜ。まったく、どうしたら明智が冤罪だなんていう発想が出てくるのかね。押収品のリスト。リストリストリスト。これはな、ひらめいたぞ。キリュウがひらめいたぞ。どうした？やっとわか、待って待って待って、キリュウ待って、私何もひらめいてないけど、私にも見せてよ。そういうことだったのか。間違いない。織田を殺し明智に罪を着せて逃げた真犯人は別にいる。何なんだと？本当なんだろうな。ああ、それをはっきりさせるためにも事件来ましたよ。解決編来ました。キリュウちゃんの探偵としての力が発揮されましたよ。解決編です。事件の関係者を全員集めてほしい。それで指さして犯人はお前だって言うんでしょ？しかし頼む。あんたには迷惑はかけない。いや、警察はもみ消したいんじゃないか、冤罪を生んでしまったことに対して。へえ、どうなっても知らないぜ。恥をかくのはあんたなんだからな。そうだな、そうだな。キッスアルプス、あそこに事件の関係者を全員集めよう。それでいいな。ああ、それで構わない。うん、やっとたどり着いた。まあ、何、どうした、かっこいい。これで証拠は全て揃った。6年前の事件の真相が明らかになる時が来たようだな。言っちゃっておけりゃ。でもどうせ私が選択していくんでしょ。分かってないけど。いや、優子、まあ優子が、優子がそうだよな。犯人っぽくない？違うのか。でも女性、女性。はい、キッスアルプスに戻って、俺たちの竜のかっこいいところ見ちゃおうぜ。ヒューヒューヒュー。大丈夫、私あんまりピンときてないけど、キリュウちゃんが喋ってくれんだもんね。私は後ろでそうだそうだみたいなこと言っとけばいい？そういうわけにはいかないよね。きっとあんたは重要なところで私に選択を選ばせるんでしょ。3択ぐらいの、3択ぐらいの、いや2択かな。いいよ、やってやろうじゃねえか。恥をかくときは一緒だ、キリュウ。真犯人を探して明智くんを助けようじゃないか。はい、入ります。来たぞ。集まってるか、翔くん、翔くん、翔くん。おいいね、いいね。カサスのラスト15分ぐらいになってる。刑事さんに言われた通り、店を閉めて貸し切りにしましたが、一体これはどういうことですか？このキリュウさんたちがあんたらに話したいことがあるんだと。はい。皆さんにここに集まってもらったのは他でもありません。6年前、ここで起きた殺人事件を覚えておいででしょう。当時店長だった織田和夫さんが殺され、その犯人として店員だった明智雄一さんが逮捕されました。おう、お兄ちゃんのことだな。しかし、本当に明智さんが織田さんを殺したのでしょうか。事件当時のことは皆さんそれぞれ覚えておいでかと思います。しかし、誰か一人でも明智さんが織田さんを殺したという決定的な証拠をお持ちの方はいらっしゃいますか？いないんだよな。いないんだ。お前、バイト帰りに来てくれたのありがとな、お前ら。僕はあの事件が起こった当時からある一つの疑問を抱いていました。なんでお前が探偵役みたいな、頑張って情報を集めたのを、私とキリュウちゃんなんですけど。すなわち、明智さんは無実なのではないかということです。
しかしあの時、僕はそれを確かめることができないまま、明智さんを犯人と決めつけるような記事を報道してしまいました。うん。しかし今、こちらの桐生さんの力を借りて6年越しで事件の真相にたどり着くことができたんです。ありがとう、ワトソン君。俺も喋っていいか？うん。あの、明智君が無実だって言いますけど、それは他に真犯人がいるってことですか？そうだ。そんな、まさか。ん？あんたがそう考える根拠は？明智、待て、これ来るぞ、私の選択が来る。明智雄一が無実である可能性を示す証拠、それは。何を渡そうか。やーん、やーん、ちょっと待ちなさいよ。選択肢、二つ三つどころじゃない、多いな。わざわざ、これすげえ、楽しいな、なんだ。だからあれだろ？だから、現場に居合わせた宇佐美も、明智、これ間違えたらやばいよな。明智の今後の人生に関わってきちゃう。でも瞬間は目撃してない。誰も目撃していない。ということでいいのか、キル。本当に渡してもいいですか？私に聞くんですか、それを。キル、どう思う？これだよね。ああ。行けよ。事件当時、明智と織田が揉み合っているのを目撃したのは宇佐美だった。そうだな。ええ。でも私は途中で部屋から出て行ってしまったから、その。なるほど。つまり宇佐美さんは明智さんが織田さんを殺す決定的な瞬間は目撃しなかったということですね。そういうことだ。そして宇佐美以外に二人が争う姿を目撃した人物はいなかった。明智雄一が織田を殺したと断定することはできない。つまり冤罪である可能性があるということだ。うん。は。残念ながらそれはない。え？織田を殺害した凶器には明智の指紋が付着していた。それは明智の犯行を証明する立派な証拠だろうが。あんた、それ本気で言ってんのか？煽ってやれよ。現職の刑事を煽ってやれよ。なんだ？どういう意味だ？凶器についた指紋が証拠として十分なものではないということは、事件を捜査したあんたが一番わかってるはずだ。ん？言ってる意味がわからんな。もうちょっと具体的に話してくれないか？あの証拠を見せればいいだろう。そうだな、これで花屋の指紋なんじゃないか？おい、明智の指紋だけじゃない。これもうドキドキする。間違ってたらごめんね、渡せ。凶器の灰皿は処分される予定のもので洗浄されていなかった。だから明智雄一以外の人物の指紋も付着していたんだ。つまりこの指紋だけで明智雄一の犯行と断定することは不可能だ。刑事さん、それ本当なんですか？ああ、確かに桐生さんの言う通りだ。そんな、それじゃ兄以外にも。いや、だがだからといって真犯人が他にいるってのはちょっと早計に過ぎるんじゃねえか。まあね、現場から逃走する明智の目撃証言がある。それも立派な証拠だろう。待ってな、のぞみ、守ってやる。状況から考えて現場から逃走した人物が犯行も行ったと考えるのが自然だ。殺していないなら逃げる必要もないからな。どうだ、何か問題でもあるか？キルさん、目撃証言について何か明智さんの疑いを晴らすような証言はありませんでしたか？ここで、あれよ、店長が言っていた目撃証言には穴があったはずだ。それを主張すれば、はい、木下の証言、これか。はい、犯人を目撃したが顔は見なかったんだよ、前田さんよ。犯人を目撃したのは木下だな。ああ、ええ、そうです。確かに見たんだな。そうだ。嘘じゃありません。確かに私はあの時見ました。だがあんたは逃走する犯人の顔までは見なかった、そう言ってたな。ええ、後ろ姿だったのではっきりとは。つまりそれが明智以外の人間だった可能性がある。何を言い出すかと思えば、そんな曖昧な情報だけで警察も明智が犯人だとは決めつけんよ。木下さんが目撃したのが明智だったと断定できるちゃんとした根拠があったんだ。ん？それは一体？制服だろ？ウェイターの制服を着ていた。当時アルプスでウェイターをしていたのは木下、浅井、今川、そして明智の4人。木下さんと浅井さんは客席の方にいたのが監視カメラに映っており、現場には近づいていない。今川さんは自宅にいたのが確認されている。すると
消去法で木下さんが目撃したウェイターは明智雄一以外にはありえなかったということになる。どっちが早計だろうな、前田。桐生さん、本当にそうなんでしょうか。いや、やはりその人物は明智雄一じゃなかったという可能性がある。それを裏付ける証言もある。何？はあ？じゃあ聞かせてもらおうじゃないか、その証言とやらを。事件当日、犯行現場にいた人物についてあの証言が重要な意味を持っているはずだ。何を渡そうか。んで、で、制服が盗まれたってことでしょ。だから他にも制服ウェイターを着れる人間がいたということだよ、前田さん。実は6年前、小田が殺害された日、この店ではもう一つ別の事件が起こっていたんだ。別の事件？そんなの初耳だわ。あの時、キッスアルプスのロッカールームで今川のロッカーから制服がなくなっていたことがあったらしい。今川くんの制服が？いじめです。そうです、ロッカーの中に置いていた僕の制服がなくなっていたんです。事件の日、あんたは店にいなかっただろうが、いつそれに気づいたんだ？小田さんが殺されたすぐ次の日でした。僕が事件の翌日出勤してきたら、警察の人が現場検証してて中に入れなくて、警察の人がいなくなってからロッカーの中を見たら僕の制服がなくなってて。なんだ、じゃあ事件の証拠品として警察が押収したんだろう。現場からなくなっていたものは他にもあるはずだ。違います、きっと誰かが僕に嫌がらせをしたんだ。みんな僕をいじめてたんだから。あ、浅井君、君が僕の制服を盗んだんだろう。今までにもいろんなものが盗まれてたんだから、制服もきっと君が。うぜえ、おあさい、反省しろ。嫌がらせにせよ、警察が押収したにせよ、明智の容疑とは何の関係もないだろうが。いや、今川の制服がこの事件の重要な鍵なんだ。ん？あ？どういうことだ？それをこれから証明してやる、池桐流。制服の行方、それを示す証拠を2つ見せてやる。押収品リストか。おい、二つ、これと、え、二つ、そうだよね。押収品のリストでいいんだよね。もう一つ、はい。で、これは、浅井が俺は取ってないよっていう。うん、制服を盗んだことないんだって、浅井は。でも財布は取ってたんだって、こいつしょっぴいてください。いいんだよね、これだ、これ。よしよしよし。さっきあんたが見ていた押収品のリストを見せてくれ。その中に、ウェイターの制服はなかった。そうだろうがよ。どれどれ、確かに押収品のリストに制服のことは載っていませんね。つまり警察が来るよりも前から制服はなくなっていたんだ。ん？警察が押収したのでなければ、一体誰が今川くんの制服を。やっぱり浅井くんが。いや、浅井じゃない。浅井は確かに今川の私物を盗んでいたようだが、それは嫌がらせじゃなく小遣い稼ぎが目当てだった。まあどっちも悪質。財布や CD ならともかく、今川の制服は金にはならないだろう。じゃあ一体誰が、うん、あ、ひょっとして犯人が。その通りだ、宇佐美ちゃん。そう、犯人は他の誰かの仕業に見せかけるため、ウェイターの制服を盗んでそれに着替えた。そして誰かがやってくるタイミングに合わせて、顔を見られないようにしながら裏口から出て行ったんだ。そうだったんだ、キリュウさん。その今川の制服を着て逃げた奴が真犯人だって言うんだな。ああ、それは一体誰なんだ。今まで一言も喋ってない奴がいるよな。そいつなんじゃないか。うふふふ、あるね、こういうカメラアングル。はい、この事件の真犯人、いや、まあそうだよな、優子しか無理だろう。うん、え、合ってるよな、キリ。私は間違っていないよな。犯人はあなたです。そう、それはこの人物しかいない。来た来た、合ってた。ほっ、キリュウさん、それではその人物の名前を教えてください。6年前、小田さんを殺し明智さんに罪をかぶせた事件の真犯人とは一体。犯人は溜めるじゃん、お前だ。おお
木下優子、お前が小田を殺した真犯人だ。動揺してるな、モンチッチ。え？この人が？本当かよ、まさか。え？優子が小田さんを？面白いこと言う人ね。私がそんなことするわけないでしょう。どうして私が小田さんを殺さなければいけないのかしら。そうだ、明智雄一には宇佐美さんの浮気という動機があった。優子さんと小田さんに一体どんな接点があったって言うんだ。優子と小田の意外な接点、それを示すことができればいいんだが。これあれだろ、やっぱ彼女だったろ。小田には当時付き合っていた女がいたそうなんだよ。おら、行け行け行け。小田には当時付き合っていた女がいた。そしてその相手は喫茶アルプスの元ウェイトレスだったんだ。え、それ本当なの？ああ、そしてその女の名字は斉藤。やっぱ斉藤でしたよ。なあ、斉藤優子さんよ。斉藤？それは優子さんの旧姓ですね。あんた、事件の少し前までこの店で働いていたらしいな。なんとか言ったらどうだい？小田さんと優子さんが付き合っていたなんて。全然知らなかったな。優子さん、それは本当ですか？答える必要はないわ。優子、もし小田さんと優子さんが付き合っていたのだとすると、宇佐美さんだけではなく小田さんも浮気をしていたということになります。ダブル浮気。それはつまり小田さんの恋人であった優子さんにも小田さんを殺す動機があったということになる。ちょっと、動機があったら人を殺すの？さっきからどれもこれも推測でしかないじゃない。ああ、その通りだ。あんたが話していることは可能性の問題に過ぎ、彼女が犯行を行ったという決定的な証拠はあるのか。決定的な証拠といえば指紋だ。何か優子の指紋が確認できるものがあればいいんだが。名刺だ、名刺だぜ。キル、名刺あるか。名刺あった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 。軽率に名刺を渡すんじゃないよ、バカたりがい。これが証拠だ。それは私の名刺。この名刺にはあんたの指紋がついている。これを調べれば凶器の灰皿に付着していた指紋と一致するかどうかすぐにわかるはずだぜ。まあ、これ一か八かだよね。堂々と喋ってるけど、キリュウちゃん。ついてるんでしょうね。でもね、その名刺を貸してくれ。すぐに調べてみよう。鑑識に回してくれ。え、今の今でわかる？え、早っ。すげえ、日本の警察優秀。名刺の指紋の検出が終わった。これが木下優子の指紋だ。おこれぐらいならちゃちゃっとできるもんなの？そしてこれが凶器の灰皿に付着していた指紋だ。おう、こりゃあった、あったあったあった。うわあ、優子さんの指紋と同じものが凶器の灰皿にもついているわ。まさか。これはどう説明するつもりなんだ？灰皿に私の指紋がついていたとして、それが何だっていうの？全然おかしなことはないでしょ。どういうことですか？私は事件があった日、お客としてアルプスに行ったのよ。指紋はきっとその時についたんだわ。おい、それは無理があるんじゃないか？お客さんとして店に来てたなら、灰皿に触っていたとしても変じゃないですね。今川、黙っとけ。いや、優子は嘘をついている。それを指摘しよう。さっ若造がいないっつってたよな。防犯カメラにも映ってないって言ってた。うん、そんな記録はどこにもないんですよ、奥さん。いや、あんたは嘘をついている。意義あり。あんたが事件当日に店に来たという記録はない。そうだろ、前田刑事。ああ。店内の監視カメラの映像は店員の立ち会いのもと全部チェックしたが、店を訪れた客の中に元店員なんていなかったと証言していた。そうだったよな。はい。俺は優子さんの顔を知ってたから、優子さんが映ったらすぐに分かったと思う。けど監視カメラの映像に優子さんは映ってなかったぜ。なるほど。ということはあなたは事件当日客としては店に来てないはずです。客としてはね。それなのにどうして灰皿に指紋がついていたんでしょうか。違う。じゃあ事件当日じゃなかったんでしょうね。その前の日だったかもしれないわ。大した問題じゃないでしょう。
いや、やはりあんたは事件当日に店に来ていたんだ。ただし、客としてではなく真犯人としてな。どういうこと？あの灰皿に指紋をつけるには、事件当日店に来て触る以外にはありえないんだ。どういうこと？どういう意味かしら。いよいよ大詰めだな。灰皿についていた指紋がいつついたものか、それを証明すれば言い逃れはできないはずだ。指紋が、うん、灰皿についていた指紋は全て事件当日につけられたものであるんです。花屋さんが言ってました。ドン。店で使われていた灰皿は毎日きれいに洗浄される。だがあんたの指紋は消えずに灰皿に残っていた。だからあんたが事件よりも前の日に店を訪れていたはずがないんだ。その灰皿は事件当日客が偶然床に落としたおかげで縁が欠けていた。だから明智雄一はその灰皿を洗浄せずに処分しようとしていたんだ。当日客として店に来ていなかったあんたは、この灰皿に指紋をつけられるタイミングは一つしかない。明智が清掃作業の途中、織田と宇佐美の浮気を目撃し、現場のロッカールームに灰皿を落としていった後だけだ。あんたは明智が現場からいなくなった後、木下が様子を見に来るまでの間、ロッカールームに入って織田を殺害した。そして今川の制服を着て裏口から出て行ったんだ。どうだ、俺の言っていることが間違っているか？合ってるよな、優子さん。今桐生さんが言ったことは本当か？ん？黙っていても不利になるだけだぞ。うるさいわね。私はやってないって言ってるでしょ。やめろ。もういい、もうやめるんだ優子。え？え？木下さん、はあ、私、お前かばっ、お前、私はあの日お前が店に来ていたことを知っていたんだ。どういうこと？え？どうして？匂いだよ、あの時。いやだ、ちょっと気持ち悪い。あの時気持ち悪くない、ごめん。あの時事件現場にはかすかだが、お前がいつも使っていた香水の匂いが漂っていた。そんなどうしてそれを今まで黙っていたんだ。私はアルプスで一緒に働いていた頃からずっと優子に惚れていたんですよ。だから匂いを嗅いですぐ優子のつけている香水だと分かりました。事件の後、しばらくしてから優子と偶然再会して付き合うことになった時、事件のことをそれとなく聞いてみました。だが優子は突然表情を変え、お茶を濁したような返事しかしませんでした。それで私は確信したんです。あの時優子は現場にいたんだと。なんてこった。だけどそれが何を意味するかまでは分からなかった。いや、分かりたくなかったんだ。桐生さんが6年前の事件を今更調べているということを知った時も、そのことだけは秘密にし続けるつもりでした。しかし私が黙っていたせいで、罪のない明智君を苦しめることになってしまった。私が悪いんだ。全部初めから話していればこんなことには。木下さん、さあ、もう言い逃れはできないぜ。優子さん、今一度尋ねます。あなたが織田さんを殺したんですか？そうよ。ああ、私がやったのよ。ゆなに、これ面白い。明智雄一は無実だとあんたが証言できるか？はい、全部私がやりました。明智さんは関係ありません。優子、一体どうしてそんな真似を？やはり織田さんとのことが？そうよ、あの人私に結婚の約束までしていたのに。いえ、木下さんも複雑だな。事件が起こった日、あの日は彼の、織田さんの誕生日だった。おう。だから私は彼を驚かそうと思って
プレゼントを持ってお店に向かったの。おお。もうお店も閉まっている時刻だったから、裏口から入ってロッカールームに向かったわ。でもそこで見たのは他の女と浮気してる彼の姿だった。いや、サプライズはするもんじゃないね。私はとっさに身を引いて隠れた。落ち着いて目の前で何が起きてるのか理解しようと努めたわ。うん。そのすぐ後に明智さんがやってきた。明智さんはロッカールームの中を覗いて小田さんと宇佐美さんの浮気現場を目撃すると、手に持っていた灰皿を落とし小田さんにつかみかかっていったわ。言い争うような声が聞こえた後、すぐに宇佐美さんがロッカールームから出てきて裏口から店の外へ出て行ったわ。すぐに明智さんも宇佐美さんの後を追って店の外へ出て行ってしまった。うん。明智さんと宇佐美さんが出て行った後、私はロッカールームの中へ入っていった。小田さんは私の姿を見てすごいびっくりしたみたいだったけど、浮気がバレたことが分かると開き直って別れ話を切り出してきた。なんてやつだ小田。宇佐美と一緒になるつもりだから別れてくれって。宇佐美、ことの重大さが分かるか。宇佐美、その言葉を聞いた途端完全に頭に血が昇っちゃって、気がついたら近くに落ちてた灰皿で小田さんを殴っていたわ。女性の腕力でもいけるもんなんだね。それからは桐生さんが言った通りよ。私はロッカーにあった制服に着替えてわざと裏口の前で誰かが来るのを待っていた。少しして誰かが客席の方からやってきたから顔を見られないようにして裏口から出て行った。それで部外者の自分には絶対に疑いがかからないだろうって思ったわ。なるほどね。それから何年かしてこの人と付き合うことになって、そのまま結婚したわ。趣味で始めた通販が軌道に乗って会社を立ち上げることになり、それからあっという間に大きく成長していって、あの事件から6年、人生何もかもうまくいっていたのに、まさか今さらあの時のことがバレるなんてね。優子さん、あなたに濡れ衣を着せられた明智さんの気持ちを考えたことがありますか？絶望のどん底に叩き落とされ、6年も自由を奪われて暮らす日々。今こうしてあなたの罪が暴かれなければ、その苦しみはこの先何年も続くところでした。彼の自由を取り戻すことができるのは、彼の自由を奪ったあなただけです。きちんと法廷で証言して、それから罪を償ってください。署までご同行願えますか？はい。優子、私はお前がきちんと罪を償って出てくるのを待っている。だからあなた、ありがとう。おたよ、おたよ。あ、号外を配る男。号外、号外。6年前に神室町で起きた殺人事件で真犯人が自首。これまで容疑者とされていた男性は再審で無罪放免となる見込み。私、これまでずっとあなたのことを誤解していました。マスコミなんて次から次へと他人のゴシップばかり追いかけて、旬の去った事件のことなんてすぐに忘れてるものだと思ったんです。でも兄の事件のことをずっと気にかけてくれた上、6年越しに真実を明らかにしてくれたことで、そんな人ばかりじゃないんだって分かりました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。のぞみさん、それでひどいこと言っちゃってお詫びも兼ねて、兄の再審請求に協力していただいた謝礼をお二人にお渡ししたいのですが。いえいえ、そんな、悔しいけど僕は何もしていませんよ。この無罪は桐生さんのおかげで勝ち取れたようなものですから、僕には受け取る資格はありません。まあそうかもな。何言ってんだ。お前はこうして今お前がすべきことをちゃんとしてるじゃないか。え？かつて明智を犯人と決めつけ、名誉を傷つけるような報道をしたお前が、その名誉を回復するために必死に取材し記事を書いた。それが新聞記者としてお前にできるけじめのつけ方だろう。なるほど。そうですね。でもこれで安心というわけにはいきません。
これからもずっと真実だけを追い続けていかなければならないんです。ペンを置くその日まで何カッコつけてんだ。それが新聞記者である僕の責任です。応援しています。頑張ってください。オーアルプス殺人事件完結か。おお、20万いいのかな。もらっちゃって、うわーうわー面白かった。こんな、いや長編だったけど、お謎解きゲームもあった、ミステリーもあったんですね。いや今日はここで終わりです。すいません、サブスト一つしかできない日。うわでもキリュウちゃんとの謎解き楽しかったな。うわちょっと待ってください。次回ももうちょっとカムロ町で遊ばせてください。すいません、サブストが続きます。はい、ご視聴ありがとうございました。